念のため熱を測っておきましょうか。熱はないみたい。最近の管理人さんは隙あらば篠原荘の誰かを膝に乗せている。いいかいいか、まだゆりちゃんだけ膝枕してないんですよね。来たる日のために膝枕の経験値を貯めておかないと。うわっ、風呂入らんのか。あくファイト。終わった。お疲れ様です。彩香先生、宿題終わりましたけど。分かってますよ、アン君。はい、どうぞ。これは、これで。まあいいや、ご注文のジュースね。あ、暑い中ありがとうございます。ジュースですか。悪魔もう終わらせましたものね。お、偉いぞ。あ、とこれ、お中元だと思ってもらってよ。